おい、まこと、まことってば。行きましょう。あれ、でもみんなは、あれ、おかしいわね。さっきまでいたのに。それじゃ仕方ないかね。ミナト君、お姉さんと二人で泳ぎに行っちゃおうか。え、お、俺と香織さんだけでですか？もちろん、二人っきりで。あら、なーに、ミナト君、お姉さんと一緒に泳ぎたくないの？ いえ、ぜひ泳ぎたいです。よろしくお願いします。いいわよ。それじゃ行きましょうか。お姉さん、大人の泳ぎ見せて。あ、大人の泳ぎ。ねえ、ミナト。え、あ、なんだ、どうしたカノン。どうしたって、ミナトこそどうしたの？急にぼーっとしちゃって。急にぼーっと。あ、ははーん、さてはミナト、カオリさんの水着姿を想像して。そうだったの？ただの変態。たく、お兄ちゃん何やってんだよ。まことじゃあるまいし。人前で恥ずかしい妄想を繰り広げるとか、恥を知りたまえよ、ミナト君。ってお前にだけは言われたくない。やっぱり男子はみんな変態。疲れたな。